皆さんこんにちは、今日はスカイソニック903の使用方法を少し解説したいと思います。でもその前に一つクイズがあります。今聞いていただいたこの音、これは、スカイソニック903の、1マグネチックのみの音である、2マグネチックとマイクを足した音である、3マイクで録音した音である。さあ皆さんどれだと思われますか？答えは、マグネチックのみの音です。もうちょっと正確にするため、マイク、この喋っているマイクの音を切ってみましょう。それでは少しこのマグネチックのマイクを足してみます。いかがでしょうか？もっとアコースティックらしい音が。出るようになります。ギターはマーチンの D28。こうマーチンの低音をしっかりと再現していると思います。そしてポイントはやはりボールピースにあります。このボールピースの部分をちゃんと高さを調整して、特に5、6弦の音量がちゃんと上がるように、アコースティックギターが持っている低音のその感じを出せるようにボールピースの高さを調整してください。これが一つの大きな秘訣となります。では今度はこの音を少し、イコライザーと、エフェクトを使うとどうなるでしょうか。ある人はこの、スカイソニック903では、低音を拾うのは、叩く音を拾うのは少し弱いんではないかという方もいらっしゃいます。でもイコライザー、リバーブをかけると割とこの叩く音も聞こえてきます。では少し弾いてみましょう。このように本当に気持ちの良い音がします。リバーブをかけることによって、この叩く音がより一層こうよく聞こえるようになります。なので、一つはボールピースの高さ、そしてイコライジングを使って少しこの低音を持ち上げてあげること、そして、リバーブと今回はディレイも使ってみます。これで広い空間を作り出すことができます。ではぜひ皆さん、スカイソニックの903とスカイソニック902をぜひおすすめいたします。